デイビッド・ハイネマイヤー・ハンソンは、デンマーク出身のプログラマ、ソフトウェア技術者、経営者、著作家、カーレーサー。Web アプリケーションフレームワーク、Ruby on Rails の作者。ベースキャンプの創設者、最高技術責任者。通称として、DHH と表記されることが多い。2001年に、ジェイソン・フリードの仕事を受け負ったことがきっかけで、フリードの会社、 37シグナルズのパートナー社員となった。2003年、ウェブベースのプロジェクト管理ツール、ベースキャンプをルビーで開発した。このプロジェクトに携わっていた時に開発した、ウェブフレームワークである Ruby on Rails を2004年にオープンソースとして公開した。コッペンハーゲンビジネススクールで、コンピューターサイエンスと経営学の学位を取得した後、2005年に、 デンマークからアメリカ合衆国のシカゴへと移住した。2013年シルバーストーンにて DHH は趣味として写真とモータースポーツを挙げている。カーレーサーとしては国際自動車連盟のランク分けでシルバーに属するが2014年ノルマン24時間レースでは LM GTE アマークラスで優勝を果たし同年 FIA 世界耐久選手権でも 同クラスのドライバーズチャンピオンに輝くなど実績は一級である。2017年からは元 F1 ドライバーのネルソン・ピケ・ジュニアのチームメイトとして LMP2 クラスに参戦。2018年は北米インスタのユナイテッドスポーツカー選手権に転戦し、レクサスのセミワークスチームから GTD クラスに参戦する。ルマン24時間レース FIA 世界耐久選手権。 ありがとうございます。